時は、東日本旅客鉄道が、上越新幹線の東京駅、越後湯沢駅、長岡駅新潟駅間で運行している、特別急行列車の愛称である。本校では、上越新幹線で運転されていた、朝日及び、首都圏と新潟県を結んでいた、優等列車の遠隔についても記述する。また、e 3系7 0 0番台、原尾新幹線を使用していた、 時については、現備新幹線を参照。新幹線の時は、1982年11月15日に、上越新幹線の各駅停車タイプの列車として運転を開始、速達タイプの列車は朝日として運転を開始した。その後、1997年10月1日に、東北、上越新幹線の列車名を、 運転区間別とする再編が行われ、東京駅、越後湯沢駅、新潟駅間の列車は、速達タイプ、各駅停車タイプを問わずすべて、朝日に、東京駅高崎駅、越後湯沢駅間の列車は、すべて、谷川となり、時は一時廃止された。しかし、朝日は、時の消滅とともに登場した長野新幹線の、朝間と一文字違いで紛らわしく、利用客の中には、 高崎駅を過ぎたところでご乗車に気づくなどのケースが多発した。また JR の緑の窓口にある発見端末には、社員の発見ミスを防ぐために、漢字で朝日、朝間と表示されていたほどであった。時は、新幹線開業前日まで上野駅新潟駅間を運行していた特急列車の名称でもあり、さらには、 佐渡島の時という観光資源とも関係の深い名であったことなどから、新潟県内を中心に復活を求める声が廃止直後から強く、新潟県などの関係機関からも JR 東日本に対し列車名を時に変更するよう要請が行われた。このような経緯から2002年12月1日のダイヤ改正で、 東京駅、越後湯沢駅新潟駅間を運転する列車が、朝日から、時に変更され、朝日は廃止された。なお、2階建て車用、MAX で運転される列車は、MAX 時の名称で運転されている。在来線では、1962年6月10日から1982年11月14日まで、上越線初の特急列車として、時が、上野駅新潟駅間を、 高崎線、上越線、新越本線経由で運転されていた。1972年10月には L 特急に指定され、1973年10月には13往復が運転され、上野駅、新潟駅の始発時刻は6時から18時台までほぼ1時間ヘッドで運転されるようになった。運行開始以来、約12年間は全列車に、 食堂車が連結されていたが、使用車両の置き換えに伴い1974年12月から食堂車のない列車が出現、1978年6月に全列車で食堂車営業を休止した。1982年11月の上越新幹線の開業によって廃止され、新幹線の名称として使用されるようになった。また、 朝日は1960年から1982年まで仙台駅新潟駅間を仙山線、大宇本線、米坂線、宇越本線経由運転していた、準急列車、急行列車の名称として使用されていた。なお、戦前には満州国で急行朝日が運行されていた。列車名の由来 E2 系、時、上越新幹線の列車名の先行にあたっては、 気候作家の宮脇俊三、作家の佐藤愛子、当時の国鉄副総裁と旅客局長など、計5名で選考した。時は列車の運転開始当時、すでに特別天然記念物、国際保護庁に指定されていた佐渡島の時にちなんだものである。新潟県内で親しまれていた列車名であったことから、地域に密着した列車となることを目指して命名されている。 朝日は、朝昇る太陽の明るいイメージがあり、初の列島を横断新幹線である、上越新幹線が、日本海側に明るい光をもたらし、速達列車にふさわしいとして名付けられた。なお、ベニバナに解消した方の在来線の、朝日は、山形県の朝日岳にちなむ。東京駅新潟駅間での運転を、基本としているが、越後湯沢駅新潟駅間で一往復。 長岡駅新潟駅間で折り一本が設定されている。区間運転の列車は新潟県内の通勤・通学の足として運行されている。開業以来、基本的に後続列車には追い越されないダイヤであったが、運転区間の変更や停車パターンの複雑化、さらには北陸新幹線開業に伴い、例外も増えている。時には、時に追い越される、時や、 北陸新幹線の列車に追い越される時や高崎駅もしくは越後湯沢駅でマックス谷川と増解決するマックス時もある。また2013年3月16日のダイヤ改正までは東京駅新潟駅観音ストップの列車が1往復設定されていた。所要時間は下りが1時間37分で上りが1時間40分である。下り マックスとキ313号は東京駅を20分前に出発したマックスとキ311号を高崎駅で追い越し新潟駅へは25分も早く到着するのに対して上りマックスとキ314号は先行列車を追い越さない。これは先発するマックスとキ312号との間に36分の間隔が空いているためであった。 2013年3月のダイヤ改正に伴い、大宮駅に追加停車される形で、ノンストップ列車は廃止された。また、2015年3月14日のダイヤ改正にて、唯一大宮駅を通過する列車であった、ックスと k 3 1 0号が、同駅に追加停車となったため、上越新幹線のみならず、東北新幹線、北陸新幹線を含め、 JR 東日本の新幹線全列車が大宮駅停車となった。また、日中時間帯に運転されていた谷川の削減に伴い、これを保管する形で一部列車の停車駅を追加したが、2016年3月26日のダイヤ改正で昼間の一部列車の停車駅が見直された。停車駅以上、全20パターン所要時間使用車用、 編成 JR 東日本は新幹線の線区別に使用車両を統一する方針であり、上越新幹線は e 2系、e 4系、e 7系のいずれかに統一されている。時は e 2系の10両編成と e 7系の12両編成、MAX 時は2階建て車両の e 4系で運転されている。e 7系で運転する列車はグランクラスの営業も行われるが、 専人アテンダントによる、車内サービスはなく、全列車座席のみの営業である。なお2012年9月28日までは、e、E1 系、2013年3月15日までは、200系も使用されていた。また2016年から2020年までは、越後ユーザーは新潟間の一部列車で、e、E3 系700番台、原備新幹線が使用されていた。 リバイバル運転懐かしの特急、時号運転時に使用された方向幕国鉄二重景客車急行、天の川。ありがとうございます。